小屋、こんにちは、ティンカル。なんだと、ピーターがウェンディーという。誰だ、そのウェンディーというのは。ウェンディーは物語を話してくれるって。歌を歌ったり、ゲーム。怪しげだが、それじゃまるでお母さんみたいじゃないか。すべー、ついに俺様にも最高の復讐の時が来たようだ。わかったわ。さあ、お昼寝の時間よ。